先生、皆さん、こんにちは。こりゃもちです。なに、何言ってるの？どうしたんだ？ほら、やばい！なんで来なくと？8月の時、台風のことで、南都県の会社で土砂災害があって、たくさん建物が壊れたそうだよ。幼い頃、家族みんな一緒に新葉ブランカへ旅行したことが覚える。綺麗で心を惹かれるところなのに、まさかこんな風に。あ、見て見て、ニュースも新聞も気分で3本も入れたんだけど、私たちは小遣いが全然足りなくて、寄付しようにもできないんだよ。そうよ、悲しいな。まさか高校生の私たちを本当に助けられないのか。あ、私たちが新葉ブラックのガイド案内ウェブサイトを作って観光客に使用してもらえば、地域の経済復興もさせるかもしれない。よし、そうしよう。じゃあセレクト文化巡り行こう。まずは本研究の動機の背景です。私たちはセレック文化巡りというウェブサイトを作り、現地の経済を改善するとともに、日本語能力を観光産業に応用する可能性も検証します。次に、今回の研究は3つの目的があります。1、受験者のセレック文化への認識と現状を理解すること。2、セレック文化巡りがブラック観光産業への影響を分析すること。3、セレク文化巡りの利用満足度を調査すること。これからはウェブサイトの内容を紹介します。私たちはテクノロジートレンドに追いかけるために、現在流行っている AI 技術を使いました。 AI 応用と組み合わせでウェブサイトをいつでも原稿をスイッチできます。まずはセレク族の紹介です。次は春葉ブラック旅行の2日ツアーの詳しい紹介です。私たちが実際に1泊2日のスケジュールに参加した経験を通じて、旅行の計画を詳しく立てました。お、よく聞いておきますね。ありがとうございます。次の観光情報では、春葉ブラックの交通、宿泊、折りの広報についての紹介はまとめられています。そうそうそう、春葉は天業界の紹介を通じて、ソンマーさんがどの折る建物を区画ができるなんて、本当にその技術に憧れるな。内容部分は私たちが実際に体験しながら記録した Vlog とセレクトクに関する豆知識のポッドキャストが載っています。ね、ハリー、なんでポッドキャストでセレクト文化を紹介するのですか？なぜかというと、ポッドキャストはセレクトメディアの一つで、普通のおしゃべりを通じてもっと深く交流することができるからです。その通り、私たちはそれに加えてビジネスガイドで学んだマーケティング知識を取り入れ、セレク文化の春葉ブラックを宣伝したいと思っています。なるほど、すごい。そして第5部分では、旅行でよく使われる単語と文献をまとめられています。第6部分は参考文献とコメント欄です。おお、ウェブサイトのコンテンツが多いよね。これは研究フローチャートです。研究対象の中に27名の日本人と、実際に体験した67名の台湾人がいます。これが研究ツールです。お、了解しました。じゃあ調査結果を見てみましょう。ご覧の通り、台湾人のプリテストの平均成績は 44.03 点で、即時ポストテストでは 91.19 に達しました。点数が大幅に上がりました。日本人への調査結果でも 91.1 点に伸びて、セレク文化に認識度が大幅増加したことが分かりました。それだけでなく、ウェブサイトの満足度調査から見ると、全体の平均満足度では台湾人も日本人も8割から9割にも達しました。ウェブサイトは 85.2% の人にセレク文化の春葉ブラックをもっと理解させますね。よかったね。では今回の研究で3つの結論を得ました。1、台湾人と日本人の観光客はセレク文化に華々しい誤解があります。答えの精度が低いです。2、ガイド案内ウェブサイトを通じて観光客がセレク文化とドライブ旅行への認知と注目度を高めることができます。3、ガイド案内ウェブサイトは操作が便利で豊かな内容が含まれています。セレクトクとブラック生態旅行を理解するためにマーケティングプラットフォームです。最後、今回の研究について
提出しました。1、盛大旅行のチラシをデザインして各国日本語学館に送り、日本人留学生に台湾文化を体験する一つの選択肢とします。2、サイト内容を更新し続けて台湾2030年台湾観光白書の制作を兼ね合い AI システムを開発します。